デジタルニュースウェブ。これまでにロボットを3回改善をしてきまして、一応今回の12月の実証実験で課題というのが出てこなければ、早ければ今年度中には導入を検討したいと考えています。これまで薬剤の搬送であるとか、臨時の薬剤の配送であるとか、検体の搬送が看護師さんが業務をされていて、非常にそこが時間としてかかっていたと。そこにかかる時間をロボットが関わることで、その看護師さんの業務の軽減につながるというふうに考えています。